オスパート・サルビン・オズバート・サルビンは、イギリスの鳥類学者、爬虫類学者である。ゴドマンと共に52巻の中央アメリカの、博物学辞典バイオロジア・セントリライ・アメリカーナを編集した。ロンドンのフィンチュリーに建築家のアントニー・サルビンの息子に生まれた。ケンブリッジ大学で学び、1857年に学位を得た。結婚して、親類となった。 旅行家のヘンリー・ベーカート・リストラムと共にチュニジアとアルジェリア東部を旅し、その旅行期を1859年と1860年に鳥類学雑誌、アイビスに発表した。1857年秋に中米のグアテマラを初めて訪れた後、何度かその地を訪れ、1861年にゴドマンと訪れた後、バイオロジア・セントリライ・アメリカーナの観光が計画された。 1871年に、アイビスの編集者となり、ケンブリッジ大学の学芸飲食に任じられ、ヒューエドウィンストリックランドが残した、鳥類標本の目録を編集した。イギリス町学会の創立メンバーの一人であり、大英博物館の鳥類目録の二つのトガについて、執筆した。リルフォード男爵のカラードフィギュアス・オブ・ブリティッシュ・バーズを1897年に完成させたのが、 最後の仕事となった。王立協会、ロンドンリンネ協会、動物学会、昆虫学会のフェローに選ばれ、没する時点では、イギリス町学会の事務局長を務めていた。イギリス町学会の伝統のある賞、ゴドマン・サルビンメダルは、ゴドマンとサルビンの名を冠している。爬虫類学の分野でも、中米の2種の爬虫類の種を記載し、サルビン王に追いがめなど4種の爬虫類の種に、 検名されている。サルビィンは植物の学名で命名者を示す場合にオズバートサルビィンを示すのに使われる。ありがとうございます。